このクジラはロシアの海から出産子育て繁殖のために奄美沖縄小笠原に来ていると言われます。2分ほど前にここで最後潜りましたので、皆さん周りをよく見ておいてください。奄美では1月から3月までロシアから来た野生のクジラを見ることができます。